公明党の秋野公造です。お役に立つことができるように質疑をしたいと思います。まずウクライナ情勢についてお伺いをいたします。ロシア軍の暴挙に断固抗議をし非難をします。ウクライナ国民の皆様の命の奪い、傷つけ、そして生活を奪うといったようなことは絶対にあってはならず、また原発や核利用施設を攻撃したり、核兵器の使用をちらつかせるようなことが絶対にあってはならないということを強く申し上げたいと思います。しかしながら、まさかの事態がずっと続いております。かつてウクライナのチェルノブイリ原発事故の医療支援は、日本が先頭に立って行ったことであります。また福島原発の時にも、IAEA の指揮のもとに、ウクライナの皆様方が応援に来てくださいました。こういった備えが必要と考えておりまして、邦人含めまして、避難された方々に対して支援を行うことは無論、顔が見える関係で、日本が得意なこと、放射線被曝をした際には除染を行ったり、高度被曝をした場合には日本に移送して、緊急被曝医療といったことを行う準備を検討すべきかと思いますが、外務大臣の見解をお伺いしたいと思います。林外務大臣。唯一の戦争被爆国であり、また東電福島第一原子力発電所事故、これを今、先生がおっしゃっていただきましたように、これを経験した我が国にとって、今、この秋野先生おっしゃったご指摘の点、大変重要であり、早速、関係当局とともに協議を開始したいと考えております。秋野公造君。大臣、ありがとうございます。次に国産飲み薬についてお伺いをしたいと思います。公明党は、国産飲み薬の確保が重要ということで、塩野義製薬の手代木社長等を4度、党の会合に招いて、意見交換等を続けてまいりました。飲み薬の確保は、命を守るだけではなくて、コロナ対策でどうしても乗り越えることができないのが病床の逼迫でありまして、それのせいで、社会的な行動の制限を行っているわけでありますけれども、それを緩和させる可能性があり、コロナ対策を根本的に変える切り札になるのではないかとの思いで、昨年の9月24日には治験を支援するとともに、基本契約を早急に結ぶよう、首相官邸に申し入れをさせていただき、2月8日には総理に対しまして、条件付き早期承認制度も選択肢として、審査を急ぐよう、申し入れをさせていただいたところであります。それを受けて、2月の25日に塩野義製薬は、条件付き早期承認制度を目指して薬事申請を行いましたが、今、お示しをしているパネル、公表資料によりますと、塩野義製薬が定めた主要評価項目のうち、ウイルス量を減らすということについては達成をいたしましたが、デルタ株の時に定めた12症状の改善については有意差が認められず、オミクロン株に特有の呼吸器症状に有意差が認められたというのは、とても合理的な結果だったのではないかと考えております。先に承認をされております2種類の飲み薬が、オミクロン株に効果があったといったような報告は、今のところ論文上見られておらず、この国産の飲み薬が、呼吸器症状の改善を示したというのは、とても期待が持てるところでありますが、ここで確認をしておきたいのは、主要項目が満たされていないから、機械的に審査を認めないということはないかということ、副次的な呼吸器症状でも審査することが、評価することがありうるか、一般的な試験設計についてもお答えをいただきたいと思います。厚生労働省、鎌田光昭医薬生活衛生局長。お答え申し上げます。先生のご指摘は、試験結果の評価の考え方と、それから評価項目など、試験設計の2点あったと理解しております。ご指摘の塩野義製薬の経口薬につきましてお話がありましたように、
先月25日に申請がなされておりまして、現在審査中でございますから、その具体についてはお答えすることを差し控えさせていただきます。まず、一般論として、承認審査について申し上げますと、医薬品の承認審査におきましては、有効性と安全性等を比較考慮しながら、医療上の有用性を総合的に評価するものでございます。で、有効性につきましては、基本的に臨床試験における主要評価項目の結果が重視されるものでございますが、その評価に際しましては、主要評価項目の結果のみに着目して、形式的に評価するものではなく、対象疾患の特性、あるいは最新の科学的知見を踏まえまして、主要評価項目以外のデータも含めて、総合的に評価を行うこととしております。また、試験設計についてお話がございました。これも、塩野義製薬の経口薬のことではなくですね、一般論として申し上げるものでございますが、通常、医薬品の開発につきましては、探索的試験、通常第2相と呼ばれますが、の結果を踏まえまして、対象疾患に対する有効性を評価するにふさわしい試験計画を作成して、検証的試験、第3相、いわゆる第3相でございますが、それが行われるものでございます。したがいまして、探索的な試験である第2相試験におきまして、症例数が少ないことや、あるいは評価項目など、試験設計の以下によっては、有効性が確認できない場合でありましても、検証的評価試験である第3相試験におきまして、適切な評価項目を設定し、十分な症例数を試験をすることにより、有効性、安全性が確認できる場合がございますので、第2相で得られた情報やご指摘の最新の科学的知見を踏まえまして、適切に第3相試験を計画し、実施した上で、有効性、安全性にかかる十分なエビデンスを収集することが可能と考えております。秋野幸三君、はい、主要評価項目だけで、機械的に審査することはないということでありまして、株による影響を、十分に、考慮するということでありますけれども、条件付き早期承認制度が得られたとしても、塩野義製薬、本承認を目指すということでありますから、第三相試験は現在行われているところでありまして、第三相試験に対する支援、これ、海外でも行うことになっておりますので、これをしっかりやるということ、そして承認の見込みが出てくれば、基本契約に合意をするよう求めてまいりましたが、この進捗につきまして、お伺いをしたいと思います。厚生労働省、佐原康之健康局長。お答えいたします。ご指摘の塩野義製薬が開発している経口治療薬につきましては、国内における治験費用への補助など20億円の支援を行っております。同社からは2月25日に条件付き承認を求める申請がなされ、現在 PMDA 医薬品医療機器総合機構において審査中でありますが、引き続き企業において治験を継続していると聞いております。国内企業が開発している経口治療薬の確保は重要な課題であり、その開発についてさらなる加速化に向けた支援が大切であるとの議員の問題意識については、厚生労働省としてもよく認識をしております。これまでも治験費用への補助に加えて、コロナ患者の発生状況をよく把握している自治体に対して、治験の症例数の確保に向けた協力に依頼するなど、協力を依頼するなど、幅広い観点から支援を行ってまいりました。一方で、治験を実施している企業からは、オミクロン株が流行している中で、想定よりも治験の参加者が集まりにくいことや、さまざまなコストがかかるといった課題があると伺っております。現在、さらにどのような支援が可能か検討しているところであり、早期に結論を得られるよう取り組んでまいりたいと考えております。また、また国内企業が開発する経口治療薬につきまして、今般、薬事承認を求める申請がなされたことも踏まえまして、承認がなされた場合に速やかに国内に必要量が供給できるよう、確保に向けた交渉を加速していきたいと考えております。秋野幸三君。総理に申し上げたいと思いますが、今進捗に対しても答弁が、新しい答弁が出てきて、そして早期に結論を得るといったような出口も見えてきてるんだろうと思いますが、もっとスピードをこれ上げていただきたいと思います。私たちが半年前から基本合意を結ぶようにお願いをしてきた理由と、
というのは、これ、日本製だから、日本で必ず確保できるかどうかといったことは限らず、もしも外国に先に契約をされてしまって、日本の分がなくなってしまったり、また別の契約、高く買わなきゃいけないとか、まあ、いったようなことにならないように、早く交渉をお願いをしてきた次第であります。で、第三組織権も始まっておりまして、国内だけの支援だけでは足りないということは明確でありますので、どうか総理のリーダーシップで進めていただきますようにお願いをしたいと思います。では次に、小児に対するコロナ対策についてお伺いをしたいと思います。マスクの着用が長期化しておりまして、乳幼児が身につけるべき表情を読み取る能力、こういったことがつかないのではないか、社会性に後から影響が出るのではないかと、まあ、いったような懸念も出ているところでありますが、このことについてどのように考えているか、乳幼児はマスクの着用が求められておりませんが、大人が感染上、マスクの着用が求められており、必要であれば、どのように対応するおつもりか、お伺いしたいと思います。後藤厚労大臣。新型コロナの流行下においても、ご指摘の相手の表情を読み取る力など、子どもたちの年齢に応じた健やかな成長を支援することは非常に重要なことと考えております。令和2年度、厚生労働省の調査研究における全国の乳幼児健診担当者へのアンケートにおいても、親子の心身の健康や親子関係の変化や、子どもの発達の遅れや生活習慣の乱れ等も報告されております。今般のオミクロン株の流行下では、子どもの感染も比較的多く発生しておりますが、日常生活を継続しつつ、感染拡大防止を図るための取り組みが必要です。新型コロナの流行下における子どもの心身への影響については、ご指摘の観点も踏まえて、来年度も引き続き調査を実施し、必要な対策を講じてまいりたいと思います。秋野幸三君。大臣、ありがとうございます。よろしくお願いします。学校行事の自粛が続いて、体力の低下も懸念をされております。部活なども、機械的に自粛に追い込まれているような状態でありますが、例えば剣道でありますれば、飛沫が飛びやすいということで、割と簡単に自粛というようになっているように感じておりますけれども、例えばマスクを着用して、さらに面の前にシールドまでつけて、そしてかなりの感染対策をして、で、そして稽古等が今行われている状況でありますけれども、こういったガイドラインを遵守しても、部活を行うことはできないものなのか、例えば全県連のガイドラインを遵守する場合には、部活を行うことは可能ではないかと、私は思いますが、これ、文科大臣、ご見解を伺いしたいと思います。末松文科大臣。秋野先生が宿舎の退屈で夜遅く剣道で市内を振っておられる姿を拝見しまして、敬服をいたしておりました。先生ご指摘のとおり、部活動は子どもたちが体を動かす機会を確保できる大変有意義なものであることから、地域の感染状況を踏まえまして、感染症対策と部活動の両立を図り、可能な限り活動できる機会を確保していただきたいと考えてございます。で、部活動を実施する際には、しっかりとした感染防止策を講じることが重要でございます。で、文部科学省では、学校衛生管理マニュアルや関連の通知を出しております。で、また剣道であれば、先生ご指摘のとおり、全日本剣道連盟の感染予防ガイドライン等がございます。これらをしっかりと遵守し、感染リスクの高い活動を控えるなど、感染防止に万全を期していただければ、部活動を実施することは可能でございます。そのように考えております。いずれにせよ、新型コロナの感染状況、引き続き厳しい局面にございます。学校現場では、学校衛生管理マニュアルや競技団体のガイドライン等をしっかりと踏まえて、感染拡大の防止に努めていただきたいと考えております。文科省としては、感染状況の動向を注視しながら、必要な支援や助言を行ってまいりたいと思います。以上でございます。秋野幸三君。大臣、ありがとうございます。生徒の時にしかできない育ちというものを本当に進めていただきたいと思います。次に、一方で、家にいる機会が多くなって、ゲームをする時間が
長くなっているということで、お手元の資料の2ページ目に、ゲームの時間が増えていて、ゲームの時間が長いほど成績に影響が出ていると、こんなデータも出ているところでありますが、厚労省においては、ゲーム時間が長くなっていることについては、調査をすべきではないでしょうか。ゲーム依存が WHO において疾病、病気となりました。日本でもそうなっていくかと思います。その意味では、その背景となる、ゲームとの調査について、研究すべきではないかと考えますが、ご見解をお伺いをします。厚生労働省、佐藤英道副大臣。ご指摘のとおり、コロナ禍におきまして、児童生徒のゲームの時間が増えていると認識しております。過剰なゲームの使用により、日常生活に支障をきたすような状態にならないよう、実態を注視していくことが極めて重要だと考えております。これまでも過剰なゲームの使用などに伴うメンタルヘルスの問題については、精神保健福祉センターや保健所等で、本人や家族の相談対応をしているところであります。またゲームに関する問題は新たな分野であることから、行政機関等における対応力を向上していけるよう、今後も引き続き知見の集積や対応方法の開発等の研究を推進してまいります。秋野幸三君、よろしくお願いしたいと思います。小児のワクチン、特に0から5歳につきましては、今、世界のどこにもない状態であります。昨年の4月28日、公明党は政府がワクチン戦略を定めるにあたり、首相官邸に申し入れを行い、政府は6月1日に開発生産体制強化戦略を定めました。まずその進捗につきましてお伺いしたいと思います。小林鷹之国務大臣。お答え申し上げます。昨年6月に取りまとめましたいわゆるワクチン戦略を速やかに実行し、国産ワクチンの研究開発そして製造を大きく前進させるために、令和3年度補正予算におきまして5000億円規模の予算を計上させていただき、内閣府をはじめ各省が連携をして取り組みを進めているところです。で、この補正予算を活用しまして、平時から有事にも備えた取り組みを進めているところでございます。で、具体的には今月中に日本医療研究開発機構、いわゆるAMEDに先進的研究開発戦略センター、我々スカーだと呼んでおりますが、これを創設いたします。そして新たな創薬手法による産学官の研究開発事業、そして世界トップレベルの研究開発拠点の形成事業、また創薬ベンチャーエコシステムの強化事業につきまして、速やかに研究課題の公募を行うべく、準備を進めているところでございます。秋野幸三君。ありがとうございます。今、長期的な取り組みについては、体制が整ったということだろうと思いますが、目の前の対応に注力すべきと考えておりまして、小児のワクチンについては、先ほど申し上げたとおり、0、5歳のワクチンがないということ、5歳から11歳のワクチンも副反応等々で心配な声があるということ、でしかしながら、例えば我が国は、この母子手帳を開きますと、乳幼児に接種するワクチンのリストがずらーっと並んでおり、例えば KM バイオなど、小児のワクチンが得意な企業等もあって、0、5歳のワクチンが世界のどこにもないということを考えますと、安心できる小児用のワクチンを作っていくというのは、日本の子どもだけでなく、世界の子どもたちにも貢献することにつながるのではないかと思いますが、小林大臣、ご見解をお伺いしたいと思います。小林国務大臣。ワクチンの研究開発を進めるにあたりましては、秋野委員ご指摘のような、より安全で副反応の少ないワクチンの開発を目指すことが重要だと考えています。すでに取り組んでいる新型コロナワクチンの研究開発におきましても、厚労省などの関係省とも、この問題意識を共有しながら、しっかりと対応してまいりたいと思います。また今後のパンデミックに備えまして、AMEDに創設する先ほど申し上げたSCADAにつきましては、これまでの教訓を踏まえて、新たな視点や戦略性を持って、今後、脅威となりうる感染症に対するワクチンの迅速な開発を目指していきたいと考えています。で、具体的には、
重点感染症を基本としつつ、現時点ではコロナウイルス感染症を対象に含めるなど、優先度の高い感染症のワクチン開発に総力を結集して取り組んでまいります。そして例えば副反応が少なくて、より安心して利用できるもの、また保存性に優れるものなど、有効性、安全性、そして利便性の観点から、付加価値の高い技術の獲得が期待できるものを重視して支援するなど、戦略的に取り組んでいきたいと考えています。秋野剛三君。日本には素晴らしいシーズがたくさんありますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。総理にお伺いしたいと思います。国産の先ほどの飲み薬も、そして国産のワクチンも、推進は非常に重要かと考えます。総理のご決意をお伺いしたいと思います。岸田内閣総理大臣。ただいまワクチンの議論をしていただきましたが、ワクチンを国内で開発生産できる体制を確立しておくこと、これは危機管理上も極めて重要です。これは医療に関わる経済安全保障にもつながるものであると認識をいたします。ワクチン開発生産体制強化戦略について、今小林大臣からもありましたが、令和3年度補正予算に計上した5000億規模の予算を活用し、関係省庁が連携して世界トップレベルの研究開発拠点の形成、創薬ベンチャーの育成、デュアルユースのワクチン製造拠点の整備などに取り組み、国内でのワクチン開発生産体制の強化、しっかり進めていきたいと思います。合わせて先ほど議論になりました経口薬の議論につきましても、この国内における生産そして供給の重要性に鑑みて、政府としてもしっかりと後押しをしていきたいと考えます。秋野剛三君。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと順番変えたいと思います。パネル出してください。柳川市はとても海苔の産地で美味しい海苔が取れます。こんなに簡単にタンパク質と食物繊維が取れる海苔は健康栄養食でありますが、この有明海の資料を示ししております河川の浚渫作例は国交省が行っていただけるんですが、また漁場の浚渫作例も水産庁が行っていただけるんですが、色を塗っておりますこの間を担当する省庁がありませんで、途中の整備をなんとかできませんでしょうか。農水大臣にお伺いしたいと思います。金子農林水産大臣。お答えいたします。柳川市内の漁港におきましてはですね、福岡県や柳川市が実施する航路白地の浚渫に対して現在支援をしているところであります。委員ご指摘のありました件につきましては、一般に漁船の航行に支障がある場合は航路の延伸や漁場の策例により対応することが可能だと考えられます。農林水産省といたしましては、事業自治体である福岡県や柳川市のお考えや、地元漁協等のご要望を踏まえまして、適切に今後対応してまいりたいと思います。秋野剛三君。はい、可能ということで、もしも要望が出てきましたら、よろしくお願いしたいと思います。福岡県、次の資料ですけど、高下町の坪根町長さんが東九州道沿線を盛り上げようと、旗を振っておりまして、資料のとおり、パーキングエリア沿いに大石公園というのがあって、ため池を7年かけて自然公園に作り替え、ログハウスや宿泊、食、体験のブランディングを行うと、地産地消のモデルにするという取り組みでありますが、もしもこれがパーキングエリアと接続できれば、トイレしかなかったパーキングエリアが楽しめるパーキングエリアに生まれ変わることとなり、地域の発展と高速道路の発展を両立させるという取り組みになるのではないかと考えます。地元の施設などとパーキングエリアを積極的に接続して、地域発展それから高速道路の発展も両立してさせる取り組みを推進すべきと考えますが、国交大臣のご見解をお伺いします。斉藤国土交通大臣。秋野委員ご指摘のように、地元自治体が施設を整備して、で高速道路と連結ということは非常に先進的な取り組みだと思っております。でこれを連結することは、高速道路利用者や施設利用者の利便性を向上させるばかりでなく、周辺地域の観光の振興や活性化が期待され、
地域の盛り上げにつながるものと考えております。高速道路と周辺の商業施設等を連結するためには、施設設置者が連結許可申請を行い、これに対して国土交通大臣が許可をするという手続きを行う必要がございます。なお、この連結にあたっては、施設の設置者と地元の自治体や高速道路会社などの関係者が、周辺の地域との調和にも配慮しながら、十分に調整をしていただくことが重要と考えます。国土交通省では、高速道路と周辺の施設を連結する制度を活用して、新たな視点からまちづくりや地域振興に取り組む自治体に対し、必要な助言を行うなどを通じて、地域の発展の礎となるよう、積極的に取り組んでいきたいと思います。秋野幸三君。ありがとうございます。よろしくお願いします。熱中症対策についてお伺いをします。次の資料を見ていただきますと、熱中症で例えば死亡事例なども増えておりますが、1890年と比較をすると、実は 1.28 度しか上がっていないということでありまして、この 1.5 度ぐらい気温を下げることで、熱中症を予防できるならば、冷房の活用と、これだけではちょっと強すぎて、逆に対策が進まないといったような場合もあろうかと思います。次のページの環境省の資料の中ほどを見ていただきますと、女性、お母さんとお子さんがの足元に御座が引いておりまして、高温多湿の日本には、先ほど申し上げた柳川など、古来から愛されてきたイグサの文化が息づいており、イグサが中空性の仕組みからこの湿度を吸い取って、パンフレットで示されているとおり、熱中症対策の選択肢として加えるべきではないかと考えており、自然素材というものにもっと着目すべきと考えますが、環境大臣の見解をお伺いしたいと思います。山口環境大臣。熱中症による死亡者が近年高い水準で推移しているということは我々の共通の認識です。そのうち約9割が屋内で亡くなっているというデータがあることから、屋内における熱中症対策が非常に重要だというふうに思います。環境省は熱中症対策推進会議の事務局として熱中症対策行動計画を取りまとめ、熱中症警戒アラートやエアコンの使用促進などの屋内の熱中症対策も含め、さまざまな取り組みを行っているところです。ご指摘いただいたイグサなどの自然素材が屋内における熱中症対策に有効かどうか、現時点で環境省として十分な情報を持ち合わせておりませんので、少し調べさせていただければと思います。引き続き環境省として関係府省庁と連携して熱中症対策の推進に努めてまいります。秋野幸三君。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。